ダウンタウンが令和初日、5月1日水曜日の夜に4時、間のスペシャル番組令和初日を笑い祭り大、復活リンカーン×ドリーム東西ネタ SP、カリ、よ、7:00、TBSK、お送る。元日恒例の東西を笑い対決が令和初日に毎年元、非恒例の笑いの王者が大集結。ドリーム東西ネタ合戦を放送。笑いの猛者たちに14組が東西に分かれて、どちらが面白いのか競う笑いの祭典が繰り広げられる。 MC はダウンタウン、東軍キャプテンは志村家、ウトキャイ、西軍キャプテンは西川きよしと雨上がり決死隊が務める。東軍、西軍の芸人たちが交互にネタを披露し、会場の観客100人による投票でどちらが面白かったかを決めるネタ合戦。番組開始翌年の2015年から西軍が5回連続で勝ち、利をつかみ、対戦成績は東軍1勝かける西軍5勝となっている。コント対決では東軍にバイキング、ロバート、チョコレートプラネットら、対する西軍はロッチ、TKO らが揃う。漫才では東軍のナイツ、サンドウィッチマン、タカー、ウドトシ、西軍の銀シャリ、和牛、霜降り明星、笑い飯らが激突。さらに東軍のバカリズムと西軍の友近が独特の世界観を繰り広げる。また平成にブレイクし、他芸人たちのネタのオンパレードなど、懐かしさと面白さが入り混じったネタも披露さ出る。浜田組×松本組、総勢50人以上が対決。夜9時からは2005-2013年にレギュラー番組として、2014年からはリンカーン芸人大運動会とし、定年に1回人気芸人たちが浜田組と松本組に分かれて競うリンカーンを放送。今回は復活 SP としてリンカーンレギュラー出演者のダウンタウン、サマーズ、雨上がり、決死隊がキャインらが集結する。さらにゲスとも加わり、浜田チーム、松本チーム、宮迫チームに分かれ、豪華な賞品をかけて対決。昔はよく見たけど今では見ることが難しいものお探し出す東京探し物ラリーと、浜田組 VS 松本組の総勢50人以上でどちらが回転寿司の皿を高く積み上げられるかを競う限界企画を送る。またこの番組の放送を記念しで動画配信サービスパラビでは、過去に放送された番組傑作選が4月24日水曜日より配信される。坂本義行プロデューサーコメント、笑う角にはフクライルと申します。新たな元号令和がスタートする記念すべき日にこそ、ご家族揃って大いに笑っていただいて、新たな時代に福を呼び込んでいただきたいという思いです。ドリーム東西ネタ合戦では、平成にブレイクした芸人さんたちが今一番面白いネタを披露してくれるストレートな笑いでお楽しみいただきます。そして平成のバラエティー史に数踊り時の伝説を残りしたリンカーンのメンバー8人が集まって繰り広げる復活 SP では、レギュラー放送当時を彷彿とさせる企画ものでたっぷりとご覧いただきます。令和の初日はテレビでよく笑ったという思い出になってくれたら幸いです。